どうも、こんにちは。サーファーズの安井匠です。前回、CT サーファーの解説動画みたいな感じで動画を出したんですけど、あれはいかがでしたか？まあなんか、ラジオ的な感覚で見ていただけたら嬉しいなっていう、まあなんかそんなような動画だったんですけど、今日はそれの続編ということで、CT サーファーのエア、誰が一番エアうまいんだっていうところをカメラマンのよっちゃんと一緒に話していこうかなと思います。お願いします。誰が一番エアうまいのかなみたいな。最強のエアは誰？最強のエアって言ってパッて頭に浮かぶのはやっぱヤゴドラかな。ヤゴドラ、うん、あれやばくない？だってなんかエアってさ、こうちょっと種類あるじゃん。なんか3種類ぐらいあるんじゃないかなみたいな。ケリーみたいなエアーとか、ケリーはなんかちょっと独特じゃん。で、あとはさ、なんかこうしなやかに高くゆっくり回るエアーとかさ。で、フィリペとかはさ、まあ速いパンっていうエアーが得意だったり、いろんなエアーある中で、まあ、やばいエアーとかいうより個人的にやっぱうわーすげえなって思うエアーはやっぱヤゴドラなのかなって思う。その高さとかその回り方とかなんかすげえかっけえなーって思うかな。あ、てか CT サーファーのみでんじゃなくてもいいんじゃない？エアーだったら。だったらな、マットメオラとかやばいって。やばいね、やばい。あとアルビーレイヤーだ。アルビーレイヤーもやばいね。エアーってさ、結構エアーしたい人多いと思うんだよね。結構、チューブの次じゃない？憧れる技。なんかチューブ1、エアー2みたいなね。やっぱエアーしたい人多いと思うんだよね、一般のサーファーの人。できたら派手だもん。でもさ、そう考えると、なんかそのアルビーレイヤーてか、まあターンもさ、そんな、もちろんさ、うまいよ。うまいけど、そう、CT サーファー並みじゃないのに、エアーはさ、めちゃくちゃうまいじゃん。だなんかちょっとこういけんじゃないかなみたいなね、夢があるというか、サーフィンがうまいイコールエアーがうまいになってないっていうかさ。俺もエアーはちょっとね難しいなって思う。匠はじゃああれ、ヤゴドラが一番好きだよ。ヤゴドラかな、とかガブリエルかな。一回なんでまあガブリエルかって言ったらさ、一回ローアの CT の試合見に行ったの。その時にさ、一人だけ異次元の動きしてる人がいてさ、それがガブリエル・メディーナだった。えっていう。スピード感とターンの質と、そこからそのスピードを使って生み出されるエアーの高さと、メイク率、目が飛び出た。だからやっぱガブリエル・メディーナもすごいなって思うから。よっちゃんちなみに頭に思い浮かんでる人は誰なの？エアーで、うん、イタロかな、やっぱり。やっぱりまあこの間も言ったけど、安定感がやっぱりちょっと違うのかな。じゃあもう一人挙げるとしたら、もう一人はやばいのはやっぱマットメオラ。ああ、まあそのね、この二人のランキングの中にもそのブラジル勢が3人も入ってきてるもんね。で、俺もう一人あげるって言ったらまあやっぱフィリペとか。フィリペやね、やっぱそうなってきた。うん、ブラジルってやっぱすごいなっていうなっちゃうよね。なるほどね。何が違うんだろうね、やっぱ文化かな。脚力。ああ、まあじゃあ身体能力。身体能力、もう普段から野生的だもん。あとやっぱ性格もあるんじゃないかなって思うね。あると思う。まあなんかこんなこと言っちゃうとあれだけどさ、その結構日本人っておもてなし精神だけど、ある意味なんかその気遣いみたいな感じもするんだよね。でその
なんで気使いってダメなんだろうとか。いやダメってわけじゃないよ。でどちらかというとブラジルの人たちって結構楽観的に見える、なんか常にハッピーでオラーみたいな感じがするんだよね。徳田さんとかもさ、結構ブラジルの人たちと仲良くて、まあ、今もあのテキセルブランクスって言ってブラジルのフォーム使ったりとかしててさ、なんかね、そう、そういう気がするんだよね。ブラジルの人ってこうすごく楽観的で積極的な感じがするイメージがね。そこが多分日本人ともしかしたらこう真逆の位置にいる人種かもしれないよね。すごいよね。もうだからその積極性とかがやっぱりエアをメイクさせてるのかもしれないけど、性格はやっぱ出てるのかなと。まあ、じゃあさ、それをさちょっとエアーに当てはめたらさ、エアーから飛び出すときに例えば日本人の感じでいくとやっぱ体が硬直するよね。うわ初めての感覚でうってこうなるわけじゃん。だからそれが楽観的だったらエアーを飛び出してうわすっげー超楽しいってなるわけでしょ。あーなんか俺そういうとこに差はないかなって思う。あー確かに、そうエアーバーンって飛んで、あやばい決まるかな決めたいってこう多分どちらかというと日本人ってそういう感じなのかなっていう、うん、俺とかもそうだし、やっぱ決めたいって思えば体が力んじゃうしみたいな、なんか次決めるようにさ、そうそうそうなっちゃうもんね。そう決めるように飛ぼうとする、そうなっちゃう。あいつらは多分そうもう飛んでるもうパーンって飛んでうわたっけ超楽しいみたいな、メイクメイクじゃない。そう、なんかそのヤバさを求めてることがすごく楽しいのかなって、うん、それはあるかも。そう多分そこの考え方がもうサーフィンしてる段階で多分違うかもしれない。それはあると思うんだよね。で結局さそんな積極的にバンバンバンってさ超飛んでて、それがだんだん体が慣れて追いついてきたら決まるようにもなってくるわけじゃん。そういう違いもあるんじゃないかなって思うんだよ ね。まあとにかくあのブラジリアン半端ないっていう。じゃあヤゴドラ1位は。そうだね、ヤゴドラでいいですか。ちょっとあの一つ付け足していい、結構徳田さんがブラジリアンと仲いいっていう話をしてたじゃん。徳田さんも結構昔はそういう風にブラジリアンと一緒にこう試合とか多分行ってたりとかしてて、もうあいつらはすごく助け合いの精神があるんだって。例えばさ一緒に行ってる人が負けちゃって落ち込んでたとするじゃん。したらもうそれを全力で励ますんだって。へえ。いいじゃんお前次頑張れよみたいな。でお金なくて食う飯がないって言ったとするじゃん。そしたらさじゃあ俺作ってやるから一緒に食えよみたいな、そういう感じなんだって。結構なんかさそういうのってあんま日本ではないかなっていう。そうやってこうブラジリアンってお互いを高め合っていくんだって。ただ自分が持ってて相手にないものがあったとしたら、それをなんか、まあ、食べ物だったりさお金だったりなんかそういうのもなんかすごい協力をこうし合うって言うんだって。だからさイタロとかさあのイタロの YouTube とか見るとさあのあじゃあ JOB のブログで出てたんだ。イタロがいっぱいあのブラジルの子供とかがさ家に住んでんのね、一緒に10人ぐらい。でそれでみんなでサーフィンしたりさ、すっげえなって思った本当に。それがブラジリアン、そういうのっていいなって思う正直にね。今練習してるエアはある？今別にエアはあんまり感じ飛べる波があまりない。確かに最近はないか。南西吹いてちょっとエア練習したいな。ということで、はい、ここら辺で締めさせていただきます。まあなんか 次どんなのがいいかな。次回はそうっすね、うん、僕の好きなカービング編とか。カービング世界一、カービングなんかできたら日本人のなんかもうやっていきたいよね。日本人のやばい選手とかもね、やっていきたいっすね。バンバンやっていきたいし、まあこれからそのやっぱ今こうフューチャーされてる子たちもどんどん紹介していきたいよね。まあ、という感じで今日はエアー誰が一番うまいのか、まあ、世界で誰が一番エアーやべえんだっていうのを、まあ、ちょっと話していきました。
ということで、最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひコメントなどもよろしくお願いします。あと概要欄もねチェックお願いします。概要欄にインスタのアカウントとか貼ってあるんでお願いします。それではご視聴ありがとうございました。